戸部が率いる注目のライブ配信イベントが、なんと22万人を魅了した裏側に迫ります。戸部の超特大ライブ、東京ドーム公演で待つ衝撃のサプライズとは何か？新たなムーブメントの幕開けとなったこのストリーミング特集では、ユーザーローカル提供の生放送とリアルタイムランキングを駆使し、日本のインターネット上で1週間にわたって最も注目されたトピックを網羅します。政治ニュースからゲームの大会、アイドルのライブまで、様々なジャンルが多様性と豊かさを醸し出しています。注目すべきは、若手政治家のインタビュー配信。彼の鋭い視点と斬新なアプローチが、インターネット上で大きな反響を呼んでいます。また、世界的な e スポーツ大会では、日本のチームが圧倒的なプレーで頂点に立ち、数多くのファンに感動を与えました。さらに、アイドルのライブ配信も大きな注目を集め、数十万人の視聴者が彼らの魅力に圧倒されました。ウィークリーホットストリーミングは、異なるジャンルやコミュニティが交差することで生まれる新たな文化を探ります。この新しい潮流は、常に私たちに新しい驚きと喜びをもたらしてくれます。日本だけでなく、海外からの配信もランキングに反映され、世界中のエキサイティングなコンテンツに触れるチャンスが広がっています。そして、今週の注目は戸部が行ったライブ配信。この配信は約22万人の同時接続者数を記録し、ランキング2位に輝きました。戸部は、芸能事務所として2023年に設立され、滝沢秀明氏が代表を務めています。彼らの性配信は、所属タレント13人全員が揃う貴重な機会であり、22万人の同時接続者数はその人気を示しています。戸部オフィシャルの配信では、視聴者は彼らの普段見られない一面やトークを楽しむことができます。彼らの華やかなパフォーマンスや様々なトークコーナーは、ファンだけでなく一般の視聴者にも大きな魅力を持っています。このような配信は、インターネット上でのエンターテイメントの新たな形を示しており、今後も注目を集めることが予想されます。戸部オフィシャルの活動には、ファンたちの期待と興奮が絶えません。次なる展開がどのようなものになるのか、ファンたちは今から期待と興奮を募らせています。彼らの魅力的な活動に注目が集まる中、3月14日から17日にかけての東京ドーム公演、プーヒーローズ戸部ファーストスーパーライブへの意気込みも語られました。戸部メンバーたちは熱い思いを込めて東京ドームでの公演に臨み、その情熱と覚悟は視聴者にもしっかり伝わり、期待が高まっています。戸部オフィシャルの性配信は、ファンにとってだけでなく、一般の視聴者にも楽しめるコンテンツとなっています。彼らの明るいエネルギーや友情、そして熱いパフォーマンスは多くの人々に感動と元気を与えています。そして、番組の画期的な点の一つに、複数の企業がコンテンツ制作に協働していることが挙げられます。この取り組みは、高成とラインが制作に協力し、配信の概要欄にもその旨が明記されています。異なる業界や企業が協力し、会うことで、新たなビジネスモデルが生まれ、インターネット上のコンテンツ産業の発展を促進しています。共同企業の商品やサービスが配信内で紹介されることで、新たなファン層の獲得やブランドの認知拡大にも貢献しています。今回の戸部の配信は、ファンにとって特別な時間となりました。バレンタインデーを前に、メンバーたちは視聴者との交流を楽しみ、笑いあり感動ありのトークが繰り